世界を震観させ続けている新型コロナウイルスその発端となった中国ではすでに感染者を抑え込みいち早く社会活動を再開させましたしかしアメリカとの貿易問題は未だ先行きが見通せずさらにお互いの領事館を閉鎖するなど米中両国の関係は悪化の一途をたどっていますこれまで 世界の覇権を握ってきた超大国アメリカと21世紀になって政治経済軍事を増強し大国への道を進もうとしている中国との対立はいつまで続くのか今夜は長年日本で中国研究を続けている東京財団のエコノミストカリ氏に中国政府の狙いと野望について詳しく聞きますこんばんは。よろししくお願いします あの今あの中国に対しては、まあ、いろんなことをいろんな人が言っていますけれども、まあ、その中心は米中という、まあ、この対立,対立軸で語ってるんですけども僕はね中国にも30年くらいあの取材をしてましてでこの間の発展ぶりをずっと 見てきました、はい、それで今正直に感じるところを言うとこのポストコロナというかこのコロナの闇を抜けた後には、はい、おそらく中国が世界の覇権を握ってるんではないかという恐怖感を持っています。うんでまあ、今日あの その中国人でもあるし、うん、その中国研究の対価でもある。彼さんに、うん、その辺の今の現状を。まあ、忌憚なく伺いたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、まずですね。はい、香港ですよ。はい、その中国が香港に対して国家安全維持法というものを制定しまして。うん でこれで最初に伺いたいのは狩竜さんご自身はこの法律によってなんか恐怖を感じるとか縛られるっていうものはあるんですかえっとです、ね、私個人的にはこういうあの研究者として、えー、あの物を書いたり講演したりテレビ出たりという仕事をしているがためにこの国家安全法あるかないか関係なく実は最初から あの心の準備としてあの触れちゃいけない超えてはいけない一線あの一応自分の心の中で守っているのであの従って私はそのこの法律こう施行されるからじゃなくて、うん、あの自分が生まれ育った,育った中国あるいは共産党一党支配の,あの体制の、うん、ある意味でその怖さあ多分普通の日本人、うん よりは多分,分かっているつもりでいるので、うん、したがってそこを気をつけながらあの研究活動しているといった方がいいと思います。なるほどそののででははななならない一線ってはどこなんですかあの中国共産党が<え>あの何があってもこのいわゆる独裁政治を維持したいというのはあって<え>したがって私がいろんなところで例えばあの論文書いたりコメントをしたりする時にこの 共産党一党支配の体制云々ってというのは極力それについて研究しないようにしているんですけれどもただあの具体的にはですねあのいろんなその政策的な話についてここは間違ってるじゃないかというのは多分私の研究の内容だからそこできちんとあるのでもう一つがあの共産党の,その代表者である例えば習近平国会席という個人を批判しない。 ただ我々の仕事として研究してるのがことなんですね。事っていうのは政策とか戦略だとかそういうことに対して批判的なコメントをするんですけれどもそこは一応ギリギリセーブというか今のところまだ逮捕されてない <laughs> という感じなんです。うんうんまあ、今回の あの香港に対する国家安全維持法というのは相当影響を持つと思うんですね、うん、ただ日本人があのかなりの多くの日本人が勘違いをしていてやっぱり香港はイギリスの統治下で民主主義を与えられたというふうに思っている人が多いんですよ。うん、それが返還されて民主主義を奪われた、うん、これは正確ではないですよね。 あの、イギリスの植民地化の香港には、実は民主主義はなかったんです。あ、与えられたのが自由と、あの、放置、じゃ、ルールオフロー、あの、いわゆる、あの、英国法が、本、香港で徹底されたから。えー、それで自由が守られる、で、その、えー、放置で何かっていうと。 うん、要は一言で言えば個人財産私有財産守られるといかなるううう力でもですねそれ侵されることはこれできないということなんです、うん、それからあの言論の自由なども当然保障されるしあの本を出版していてもですねあの法,法律によって守られると。ただ今回のこのこ法律が施行されて うん、どうでしょうかあの香港の人たちまず心配するのは自分たちがあの中国大陸の人と全く同じように自由が奪われるだろうとだから抵抗する、うんえー、それともう一つ私はねこに私も日本で生活して30年経ちましたので、うん、日本人がですね多分初めて、あのー、この怖さっていうのはあの実感したと思いますというのは、えー、日本人の方にとって香港でどういう存在か。 ご存じのとおりあのあの海外旅行一番行きやすいのは香港なんですでそれしかもあの安いしおい、えー、しい、えー、それから1人で行っても治安がそんなに悪くないので、うん、あのだから非常に行きやすいでもあれがねこの法律が施行されることによって香港は香港じゃなくなるだろうと。 一点、うん、日本の世論がですねね一気に変わわったわけです、ね、ですすからもともと11月ぐらいに延期された習近平国会席の訪日がですねこれ自民党の外交部会がこれダメだと言って安倍さんに文書提出したんだけれどもそれなぜなのかというと多分世論に背中を押されたんであのでそこはだからあの中国は十分に多分分かってないんですねこの空気の入れ替わりというのはね。うん 中国自身は例えば習近平の訪日に対しても中国自身はやるんだって行くんだっていうつもりでいたと北京としては是非、はい、これの習近平国会主席の,あの、はい、訪日がですね実現させたい2つの意味があるんですけれども1、はい、一つが先ほどおっしゃる 米中が今非常にこじれていって、あと例えば話出てくると思います。けれども、例えば領事館まで閉鎖するっていうのは、もう戦争でもなければこんなこと起きないはずです。でも起きているわけです。えー、だから、米中のその関係悪化なかなか、うん、そっから気に抜けることが多分できないで。中国北京としては？ で日中関係を改善することによってその中国を取り囲むその包囲網できつつあるその包囲網突破すると突破口にしていきたいというのがまず1つあります。2番目があの経済なんですね中国経済今非常に悪くなっていってでサプライチェーンも今壊れかけているわけですからで今中国は一番心配してるのは日本企業はですね わんさかと中国を抜けてあの自国に帰る企業もあれば東南アジアにシフトする企業もある。で日本企業の一つの特徴も釈迦に説法ですけれども大企業抜けるとあの自動車というとティア2ティア3ティア1全部抜けるわけですからこれはねあの習近平国会主席もともと訪日するそのプ,ロプログラムにはですねあの財界の トップたちとの,あのビジネスサミットを開く予定にしていてあ皆さんあの安心して中国でビジネス続けてほしいとすなわち中国経済を助けるために訪日が必要だったわけですでも残念ながらこれ多分ねあの年内は多分無理だろうと僕は思いますね。そ,ねまあ、のそれを考えた時にあの 台湾問題というか、はい、この一連の香港の問題と全くパラレルに台湾はまあコロナで非常に制圧に成功した台湾でデジタルモデルで成功した台湾それを全部パッケージで台湾こそ,その民主主義の成功した台湾 台湾モデル、うん、で中国はコロナを制圧には成功したけれどもそれは全体主義のモデルののなんだと全体主義の中国モデルに対して台湾は民主主義の台湾モデルとこれを盛んにアピールしてまあ世界にその ま民主主義で台湾に連帯してくれっていう誠意的なメッセージをすごい強く投げてると思うんですね、はい、で、こういう状況を含めて北京の考え方ってどういうふうに見てますかね、はい、香港の問題というのはあの台湾と実はコインの表と裏の関係にあってですね えー、中国としては北京としてはやはりその台湾をですねあのできるだけ早く統一したいという気持ちは非常に強く持っているんです、うん、ただ私はね大きなミステイク、あのー、間違いを犯したと思いますね。一昨年ののの月台湾のその地方選挙の中で民進党が大敗したんですでしかも台湾の世論調査を見ると当時はですね蔡英文 当時の相当あのもうもうもう退任せようという話を叫ばれてでどこでその台湾の空気変わったかというと翌年去年の、えー、1月2日習近平国会議席が毎年のお正月にあの発表する談話の中でですね我々はあの台湾を統一するために武力の行使を辞さないこの一言なんです。 この一言一言に対して、台,台湾のその蔡英文総統がですね。これは受け入れられません。あの、この受け入れられないというこの一言がですね。台湾のいわゆる戦艦民たちは目覚めたわけです。これであの、その後、えー、実は香港で抗議デモを起きたわけですけれども。うん 一国二制度にノーと言ったわけで,すであの北京が何としてもこの力でもってあの香港を抑えようとするでここで一番最初に今日先ほどおっしゃられたいやあの我々から見るとあの中国はですねポストコロナであの世界の覇権を握るじゃないかとおっしゃったんですけれども僕はあのこのままでは多分握ることができないんです。うん、なぜかというと 人心がどん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 離れていってしまったわけです。あの人の心を離れていった国がですね。この世界の覇権握れるっていうのは僕は考えにくいと思いますから、もう少し。 あの寛容的にですね香港に対してもそうだし台湾に対してもそうだしあるいは意見の,の違う相手にとってもどとでもですね国の対話できるような姿勢を見せないとかたくなになんか全部力でこうこうコントロールしようとするとますますこじれてしまうこれは多分ねあの今の北京の指導者たちがこの風景見えていないと思いますうん、はい、じゃあちょっとに行けます。 あのこの間ある記事を読んでいたらその「武漢は今や世界で最も安全な街になった」という記事があったんですね。で本当かよっていう感じもするんですけどもまあ確かに中国はそのコロナの制圧という点では成功していると僕は思ってるんですけども本当現状どうなってるんですか あのはい、あのその記事も私も読みましたけれどもあの多分そのコロナウイルスを、ね、抑え込んだという意味では私は今その、まあ、武漢のみならず中国の主要大投資が大々成功していると思います。なぜかと言いますとやり方が日本とかアメリカやヨーロッパと先進国は全く違うので例えば、えー、少し前に本当数週間前にあの新疆ウイーグルであかわずかあの 2三3 0人の,です、ね、あの無症状の,です、ね、あのいわゆる陽性のうう感染者が見つかっただけで、えー、飛行機600便止められたわけですこれは先進国でできるかって多分できないんですすなわちコストを考えなくてもう封じ込むという隔離するというのは多分、えー、独裁政治だからできると思います。 その中で武漢というのは一番このコロナウイルスの発生源なわけですからそれに対してもう徹底的にその隔離措置をとるなりあるいはあの顔認証で,ですね我々使うスマホのアプリ全員導入してそれであの3密ができてるかどうかって全部チェックされるわけですけれどもこれは。 あの私はそれはあのコストを考えなければこれあの本当に僕ら日本人からするとすごいあの複雑な気持ちが湧いてきて日本人は全体主義っていう言葉に対して、まあ、自分の国の顔の反省も含めて。 かなりアレリ的に全体主義を否定したくなるんですね。うん、でも今回のコロナの対応を見て世界の対応を見ていると民主主義の国家はコロナの対応はめちゃくちゃですよねそれに対して独裁全体主義というこの,この国のまあ試験を まあ、対して恩人な縁であければこれだけ効率よくできるんだっていうことに対してその民主主義の社会の、まあ、得て勝手というかもうでたらめな対応って今のアメリカなは象徴度上的だと思うんですけども、まあ、そこに例の個人差別の問題とか重なって、まあ、こんな有事においてもみんなが言いたい放題言ってやりたい放題やる これで,でも本当に民主主義という仕組みとその独裁の仕組みとこれどっちがいいんだよっていうこういう話にすらなりかねないというこうこれを北京は。 いわゆる強権政治の方がそのウイルスの,その拡大を抑制するには極めて有効じゃないのかと。で民主主義はいろいろ躊躇するのであの結局対応は遅れてあのど,んど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 ん広がると。 この整理理にははは全くそのあの合理性がないとは私は思いと私思ますで民主主義はそもそもそういうもんだから、うん、みんなであの議会にかけなきゃいけないし時間かかるわけですからウイルスで待ってくれませんからどんどん広がるわけ。ただしあの一つあの比較不可能な部分があってすなわちあの強権政治の場合はあの常に正しい選択する決断するとは限らない。そ、うん、そもそも,そもこの発生源っていうのは 武漢ですよねそれ抑えきれなかったところこれどう整理するのかっていうのがまず一つあって、うん、そこをむしろ最初からきちんと抑え込めばあとの悲劇は。 もう一つこの議論の重要性っていうのは多分グローバリズムそのものもに対すする疑問なわけですアメリカでもやそのグローバル化っていうのは良くないんでこのウイルスっていうのはグローバル化によって人々がその世界中旅してその運ばれてそうやって感染したと。 この議論も実は間違っていいると思います我々はグローバリズムから随分メリットを享受してきたわけですけれども、えー、でもここで、えー、グローバリズムをもう、えー、完全に否定するとなると私が行き過ぎた議論だと思います。うん、重要なのが建設的な議論をいかにするか、えー、すなわち民主主義のどこがいけなかったのか強権政治の何が悪かったのかそれぞれ きちんと整理しないとしないといけないんです。で、もちろん民主主義はただ強権政治のその迅速さ。 から学ぶとところは,僕は当然あるかと思いますうん、うん、で,でもみあの強権政治がですねたとえこのウイルスの感染を抑制するにある程度効果的かもしれませんが、うん、でも致命的な弱点を持ってるわけですねその強権政治というのは。とい民,民主主義の国というのは自分が強権政治に、えー、なってもいいという国はもうほとんどないわけですけれども、うん、すなわち あの一番共産にいに頂いたご質問の,その自由とかですね民主主義だとか、うん、そういうあの人権を侵害する部分っていうのは多分強、うん、権政治の一番致命的なところだし、うん、であとは持続不可能なわけですソ連が崩壊した、うんうん、東欧も崩壊したんで。で えー、私はここで中国も崩壊すると言ったらあの法律に触れるので言わないんですが <laughs> あの問題はそこにあると思いますのでしたがってあの僕はそのその、えー、ウイルスの,その感染拡大の現状からです、ねえー、この2つの制度でもって A をもって B を否定するという考え方がやや行き過ぎた議論になっているような感じは僕はしておりますね。 もう一回あのー、今のお話を受けて、はい、もう一度ぐるっと回って香港に戻れ戻るとそのじゃあ中国はなんであそこまでやってその一国二制度を引っ込めて、うん、一国一,一制度に従ったのかここはどうどういう整理になりますか、はいうん、あのこれとても重要なご質問なんですというのは、えー、去年の十一月香港で、えー、あのー 要するに、ね、区議選といって地方選挙をやったわけです。この地方選挙をやった結果、あの民主派の議員たちが八割以上の議席を取ったんです。これは北京にとってものすごくショックでした。あのそれで今年の九月の六日にいわゆる本選挙、議会の選挙を予定されているので、あのまま選挙やったら去年のまま選挙やったら、えー、今年の九月の選挙で民主派が多分勝利すると勝利すれば。 どうなるかっていうと、えー、香港が民主化の拠点になるんです要するに反中国中国は独裁だから、うん、反中国の拠点になるのでもう民主化法案がどん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 成立するわけですけれどもこれはね、うん、北京としては見たくない形式だからどうすればいいのかっていろいろ多分 悩んで最後考えたのがその国家安全法というのを施行してえその民衆派の,その立候補者をですねその資格を奪ったりするわけですけれどもそれで何が何でも親中派親中国大陸派の議員の,その,その当選をですね押していきたいというのが あのこの間その国安全法の施行をですね急いだんですけれども、うん、じゃあこれからどうなるかっていうと、えー、2つのオプションがあるんですけれども9月6日の選挙の結果、えー、親中派の議員があの5割以上の議席を取った場合、うん、中国は安心できる安心できれば国安全法の運用をですね徐々に緩めていく、うん、厳しくやらない。でも逆に親中派の議員がです、ね あの負けちゃったと5割いかなかったといった場合え残念ながら国安全法えその後今と同じような厳しさでやって時々逮捕したり拘束したりこうするわけですけれども香港の香港人の,その自由がですねどんどん奪われるというこの二択しかないいと思いますんなんかあのどっちにふんでもなんかいい,いいというふうには思えないんですけど。 結果的にじゃあ今香港に住んでいる人たちがどういう行動に出るかということによってその香港自体の価値っていうのも変わってくると思うんですけど、うん、この辺はどういうふういふにこのままいくと、えー、イギリスではすでに発表したんだけど300万人に、えー、イギリスパスポートを与えるという発表がありまして、えー、すなわち香港人の上の層がですね移民するんです海外へ。 あの英連邦以外にあのアメリカなど日本もあの安倍さん表明したんだけれどもそれであの香港が自由な港じゃなくなるわけですから国際金融センターのステータスを失うんです。えー誰がどこの 年がですね、香港にとって変わるかで、一部の評論家が東京はその、えー、狙っていいんじゃないのかで、東京はなれないんです。なぜかというと国際金融センターの一つの条件というのはワーキングラングウエージ、ー英語でないといけないんです。日本は例えば IPO するにしてもあの投資株を買ったりするにしても。 えー、あらゆる書類が日本語で書かなきゃいけない、うん、いや日本語だけじゃなくてを押さななきゃいけないけんです <laughs> あのこれは日本の現実なわけですけれどもあのだからすすで、うん、にあの統計が出てきたんですけれども4月以降シンガポールの外貨預金4月だけで4倍増。ほ しかもあのノンレジデンスす,すなわち非居住者シンガポールに住民票がない人たちそこに送金し口座作って送金してシンガポールにはあの巨大なオフショアマーケットがあるのでそこに住んでなくても口座作れるのでに東京がないのでそれできないそれであの非居住者の外貨預金もものすごく増えてるんです。というのはあの香港の富裕層はですねどん,どん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 金融資産をそこにあるいは基幹投資家を送金しているんですけれども。 もう一回香港戻ると今の香港の為替レジームが1ドルイコー =7.8 香港ドルでペグしているんですけれども、えー、この富裕層が金融資産を送るわけで送金するので香港ドル送金しても意味がないので香港ドルを売ってドルを買って送金するわけですけれども、うん、すなわち香港,ドル香港ドルのドルペグがですね、うん、外れることになります時間の問題なんです。 で今は短期的には北京は買い,買い支えしているんですけれどもこれはできないんです時間経つ,経つとですねうそうすると香港ドルのドルペグを外れると国際金融市場とりわけ円高にあの持っていかれるのでこれは日本としてはあ早めに手を打たないといけないというふうに思います。でも今の私を伺ってるとその まあ香港の空洞化、それから国際金融センターとしての地位の喪失というのは、うん、北京にとってもよろしくないわけですよね。うん、でこれはあのさっきの嘉裕さんのおっしゃったその9月の選挙で心中が5割をか超えて勝ってもこの流れは止まらないですか。あの今回の北京の行動私見ると。 ちょっと過剰反応しすぎたんですねと、うん、え香港のいわゆるその民主派の議員ですよ5割以上の議席を取ったって香港は香港だから、えー、イギリスのもう一回そのイギリスの植民地になることはありえないので、うん、過剰反応せずいわゆる一国二制度緩やかにですねソフトランディングを持っていく、えー、考え方も、えー、あったはずなんです。そうすれば台湾の人を見るとあ 香港はですね、侵されてない。台湾のも、うん、安心するし、この地域はですね、穏やかなるはずなんです。でも、えー、これは私の分析なんですけれども、習近平国会席がですね、今二期目なんです。二、うん、期目に入った直後にですね、中国の憲法が改正されたんです。憲法改正されてあの要は本来は二期目で終わる、三期目に行けないわけですけれども、だから中心 なれるというような、えー、努力はしたんですけれどもでそのために、えー、急いでこの全部をですね台湾を統一して香港を抑えないといけないでこれのですね「えー、急がば回れ」っていう言葉があるように急ぎすぎたんですね。それで、えー、香港どんどんどん空洞化してい 行って台湾も離れていくわけですから、す、え、べ、ー、てがですね最初のボタンの一つの掛け違い、どん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 の違ってきてい,いるわけです。なるほど。はい。じゃあ小田氏いきます。じゃあ、あのー、最後のコーナーなんですけども、はいうん、その米中のまあこの対立が、まあ、当然。 貿易摩擦から始まってるわけですけどもまあここに来て米国側がまあいろんな記事を見ていくとそのデジタライゼーションというまあこれからのまあ国家戦略の中枢のところでですね今デジタルドメインにおいてもうこれから先は 中国の、まあ、にトップを譲らざるを得ないんではないかという、まあ、そういう、まあ、米国自身の弱気というか悲観的な見方なが、まあ、かなり目,目立つようになったなと思うんですがこの辺は狩竜さんはどんなふうにご存じですか、はいあのー 多分アメリカの中国政策はですね、えー、あの間違ったと少なくとも多くのアメリカ人ホワイトハウスもそうなんですけれども、えー、感じているんですというのは、えー、ここを回復してから、えー、最初はソビエト途中からあのロシアに変わったんですけれども、えー、このソビエトロシアというのはやはり、えー、実在の脅威とアメリカ人が多くはあの感じるわけですけれども中国は まあ、所詮途上国だしあアメリカにとって脅威になり得ないだろうとそれよりも、えー、中国の経済発展に協力して、えー、発展すればあの民主化するというふうにエン,エンゲージメント政策と彼らが言うわけですけれども非常に中国に協力的だったわけですが、えー、しかしながらあの中国は今世界2番目の経済になっているにもかかわらず民主化の兆しが全くなくてむしろどん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 ,どんこう強権的になっていてこ,あのここを 12年の動き見てると多くのアメリカ人がいやいや中国はロシアより怖い存在になっていると、はい、あのそれであのこれからの,あの世界経済を牽引するエンジンが何かという今までとは自動車とか鉄鋼だとか、うんえー、これからは多分ね ABCD がそのエンジンになります。A AI AI というののはは、えー、中国の AI は多分世界でもう、はい うん、トップ3に入ると思いますが B, B はブロックチェーンこの日本はこブロックチェーンがほとんどやってないわけです C はクラウド中国のクラウドもすごく発展しているで最後 D はデータセンターデータセンター中国のデータって世界多分一番ボリュームが大きいのでそうすると、えー、おっしゃるようにこの ABCD がですねこの 5G の G にですね 加えられるとですね中国が一気にこのあいわゆる世界の IT あるいはデジタル経済をですねコントロールすることになるので,<ー>でアメリカさすがにこれあの危機感というか緊張感を持ってこれを抑えないといけないというのはこここうう従来の考え方というのはアメリカが先行していて、まあ、中国は迫ってきているという構図の前提で語っていたものがその 今 ABCDD さらに G5G、はい、を加えてみても、はい、なんか本当に客観的にはもう米中ひっくり返ってんじゃないのかっていう中国の方が先行してるんじゃないかという恐怖はアメリカにも当然あるわけですね。それはあの象徴的なのが僕は 5G だと思っていて 5G って単なる通信のレベルが一つ上がりました。 3G4G はオンドソーですね単なる通信技術がレベルアップしたでも 4G から 5G へはその設備用がものすごいあの課題な設備投資が必要になってくるんでそういうものをワンパッケージで提供できる会社っていうのは世界でファーウェイしかないわけですね。でそのエ,レエレクソン等々の 他の企業はやっぱ勝てないわけですよ、うん、それでアメリカはもうファーウェイ憎しどころかファーウェイを潰さないと、うん、とにかく 5G でもう遅れを取って挽回できないとで中国を、まあ、ファーウェイを追い出したっていうことになってるんですけどもじゃあ西側の諸国がみんな足並みを揃えてるかっていうと。 必ずもそうではなくてファーウェイをあの受け入れている国もあるしまあ部分的に OK という国もあるしまあ実態としてはもう 5G は中国リードの状況は変わんないんだろうっていう気がするんですね。あのー 一番今日、ね、この番組最初のイン,トロイントロダクションでおっしゃったことなんですけれども中国がこれからの世界覇権を握るじゃないかと我々あの私は心配しているとおっしゃられたわけですけれどもでその、えー、中国の,その覇権の話と聞いた時にやっぱ心配するというのはそれ何かというと。 やはりこれ安心できないんですね。それが中国北京が多分分かってないんです。うん、世界の先進国から主要国から見ると安心できない。うん、一つのテクノロジーを握ったってあのハケ握れるとは僕は思いません。うん、もう少し、えー、世界とはその協調的な姿勢をですね、えー、持って一緒にあこのゲームをですねプレイしていく。 既存のかたルルくなにこの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 ,この、えー、中,中国ナンバーワンっていう言えるかどうかあれだけれどもこうやるというのは僕は間違っていると思いますァイ 5G ー一言申し上げると僕はファーウェイがもう終わったと僕は見ております<ー>であの少なくとも今、えー、G7 なんかでドイツだけは今躊躇しているんでそれ以外は。 でもアメリカに協調路線今転換してイギリスもそうなんだけども、ねうん、排除すると。です、えー、中国本土アフリカ南米中東の一部これ多分取っちゃうんですけれどもでも先進国のビジネスは多分できなくなるので、うんえー、今 G7 の中でほとんどの国が少々この 5G がですね遅れてもいいから 先進国のコンソーシアムでこれ立て直していこうと、うん、実質的に 5G じゃなくて、えー、5.5G ぐらいに多分いきなり持ってい,いこうとするのでファーウェイはもう、えー、終わったと時代がですね、うん、最後に一言申し上げたいのが派遣を握る 時に何が決定的な変数になるかということなんですけれどもテクノロジーじゃないんですねソフトパワーなんです今中国一番欠如しているのが何かというと文化なんです文明の力なんですいや中国は素晴らしい文化あるそれは昔の文化なんです 文化芽生える条件で何かっていうと、自由なんです。自由のないところに文化を生まれてこないんです。アメリカは素晴らしい文化を持ってるんですね。ブロードウェイもそうですし、あの、オースカーもそうなんですけれども。世界有数、その、有名な大学、ほとんどアメリカにあるわけですよね。えー、だから、中国は一番欠如しているのが自由なわけです。だから、中国は世界の覇権を握るならば、自国民にもっと自由を与えないといけない。 じゃあその国家安全法は一体何なんだっていうのは多分問われると僕は思います。なるほどいやあの今日はあの勇気ある発言をありがとうございました。